ようございます。おはようございます。まあ、今日は曇り空なんだけれども、ね、まあ、これからシーペンっていうところとジョーペンっていうところに向かいます。でジョーペンっていうところが千と千尋の神隠しの、ね、そうモデルになった場所で、シーペンっていうところに行くと、まあ、あのスカイランタンとか飛ばせたりとか、まあ、結構あとは、まあ、台北とは全く違ったもっとなんか自然な感じの景色とかも見れるみたいで、うん、まあ、とりあえず俺ら荷物たくさんあるんで、この荷物をロッカーに入れてそこから向かいます。行ってきます。行ってきます。お、やめろやめろやめろ、ふざけんなおい。やめろよ、いろんなもん入ってんで撮ってるよ。 OK 来た。いいね。1時間これこっちは1時間10で、台湾の方は俺らはこれからちょっと遠出するから、その道中に撮影していきたいっていうので、ね、荷物持っていくとすげえ邪魔じゃん。そうだね、大ブラックこうすると、各駅かどうかってことこれ。じゃこれ行き方か。ああ、そうかそうか。この青の文字が、はいはい、このやつだったら行ける。すげえ行列ができてるお弁当屋さん。今から駅弁買って、そうそうね、楽しみ。ね、やっぱ台湾なんかうまいものが、ね、めちゃくちゃ多いって、世界でも有名だから、うん、これもうまいでしょ絶対ね、うまい、うん、いやでもうまそうじゃない21、骨付き肉でなんか300円ぐらいで買えた感じだよね、ね、弁当安いね、美味しいし、うん、でもうまいね、こっちの、うん、なんかお腹壊すんじゃないかと思う。はいはいはい、ちょっとビビりながら買ってたけど、こっちなんか全然美味しいし、なんか何もビビることない。うまそう、いいね、うん、なんか弁当有名ってなんかインターネットで書いてあった。そう、美味しいし安いし、甘そうだね、これ卵と一緒に肉の下に野菜が入ってる。なんかでも同じ感じだね。ね、なんか似てるけど、なんか違うんだ。骨あるかもしれないから気をつけて。でバランスよくて美味しいね。ね。野菜も取れるし。うん、あの肉も取れるし、うん、卵とかあと米も、うん、こっち卵入ってるよね、うん、なんかいう感じ、うん、
のクレジットカード。みんなこっちを向かってるよね、シフェン。でも俺らは終点まで行ってこう戻ってこようかな、うん、で、シフェンで楽しんだ後、ルイファンに行って、そこから最後の、ジョンファンというところ行く。無事着きました、うん、で、まあ、俺らが着いたのがそのシフェンっていう、まあ、日本人とかにもめちゃくちゃ有名な場所ではなく、そのさらに奥、そうそう、で、その中この線の最終駅に着いた感じで、そこから俺らはあの駅を少しずつ戻っていって、いろんなところを見ながら、うん、シフェンっていうあの日本人にもめちゃくちゃ有名なランタンとかをあげられる街に行こうかなっていう風に考えてます。フリーパスチケット手に入れたから、そう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 、兄弟だからね、そう、どこでも降りられる感じ、うん、で、まあ、280円ぐらい、うん、超安い、そうそう、ここまで奥まで来る人少なくてね、うん、そう、だから結構マニアックな感じで、そうそう、いろんなもの取れると思うんで、シフェン駅であの結構みんな降りたんだけれども、うん、なんかこっちにもかなり見どころがたくさんあって、めちゃくちゃ楽しみな感じかな、ね、そうで、なんか電車があの1時間に1本とかしかないから、うん、まあ各駅で降りてちょっと楽しんで、また電車乗って次の駅行って楽しんでみたいな感じ、うんうん、でそれでシフェンに後で行こうかなと思ってます。まあそんな感じで、うん、がっつり回ってくるんで、いいっす。願い事が書かれてる、うん、すごい、
からだって。これジンバルもあって片手なしでいけないよ。え？頑張れ。振り向けない。いくよ。怖いよ。危ねえ。神様がいる。またやばいっしょ。チャンス。やべえ。めっちゃ景色。ちょっと待って、撮る。山下小さ。よし、上がったね。機械ある。いいね。オッケー。めっちゃ登った。すごい絶景。すごいね。初めはここ登るかすごい迷ってたけど、どんどん進むにつれて行くべっつって、うん、いや俺帰り怖いんだけど。あ、分かる。やばいね。階段がさ、こうさ90度以上ちょっと反ってるの。そうめっちゃ怖いで、しかもはしごになってて階段でもないもんね。え、やばっ。当たってきた。これ帰り怖え。でもやっぱりなんかそれだけの価値はあるよね。ねえ、こっちにもあのなんて言ったらいいのかな、お釈迦様みたいな石像、ね、うん、もあったり、やっぱりなんかここら辺に住んでる人って信仰心みたいなのね。パワースポットだね。いいね。またちょっとお店とか駅の近くじゃ感じられないような、ね、すごい。まあ、これから下に下ってきます。また戻ります。行くしかないぞ。やめて。いや、ポケット入れろよ。ここでドンってやったらどうする。山下ポッケ入れとけよ。もう俺カメラ2つじゃねえかよ。本当だよ、怖いんだもん。だってお前俺の負担大きすぎねえか。大丈夫だよお前、元気で鍛えてんだろ。こういうカメラの前だけで俺はカメラマンでどうのこうのとか言って運んでんの全部俺だからな。それがカメラマンだよ、舐めやがって。みんなに伝わんのかな。いやいや、いけいけ、やばいよ。俺も怖えっつうの、死ぬほど。そんなのは余裕なんだよ。やばいよ。感じ。
3話して。